わあ、ドンタコス。はい、というわけで皆様どうもおはようございます。笑えるわー。はい、というわけで、どうもおはようございます。天使ロマナウタコスに KVTuber のミキシスと申します。よろしくお願いします。ウスドンタコス、はいはい、ドンタコスということで、なんでドンタコスって単語が出てきたのかわかりませんが、なんか口をついたのがそう出てきました。はい、というわけで、昨日はちょっとね、配信やりたかったんですけどね、ちょっとすいません、あれ諸事情というか、もう衰退状態です。まあ今も若干体調は万全とかどうかって言われると怪しいんですけど、まあやれないことはないんでね、やっていきます。さあ、てか甘いとこやりたいです。安西先生、甘いとこっていうかやりたいです。あなたをウィーチというわけでやってまいりましょうか。前回がなんか空中ステージ、これですね、三角ですね。今回の場所は目標、なんかこう収益してこいってあれです、収益してこいってあれですけど、あまりにも離れすぎて遠目でね、遠くなんだっけ、遠く離れて近くに感じてるってやつ。悪天候のため正確な投下は無理です。施設まで飛び移ってください。こいつつも悪天候いってんな。はい、皆さんね、これもうここまでですよ。これはですよ、もうね。未確認 AC の侵入を確認。地球迎撃せよ。もうちょっとね、ちゃんとセット落とし方してほしいもんね。よいしょ。このためだけにもカレー期待しましたから、ね、よいしょ。早めに切ってと、どこが開かないと痛いね。後ろからチクチクされやまんときにチクチクほんだみあらあら、痛いね、痛いね。さっからチクチクぞ、チクチクことまでやるのに、なんもわーめろ。どうでもいい話だけど、自分のね、この前やったダークのね、あれアーカイブ見たんですよ。なんかマイク音割れてねってなってたんですけど、今もそうなのかな。ちょっとね、なんかダーク毎回やるたび何か失敗してるんだよね。何か失敗してるから、ちょっとね、それの失敗をね、なくしていきたい。なくしていきたいと思うわけですよ。これ下に降りましょうか。はい、下に降りて足場を稼いで、これもしかして、ああ、ちょっと待って、待ってください。ちょっと待ってましょう。ウィーンと、やばいかも。ハロー、領域を離脱しました。作戦行動を中断します。あの、めっちゃ行き過ぎたー。ちょっと空中制御を託そうかと。
普通に気づいました。あれ前回でなんか上の方行ってなんか全然違うってなったんだけど、多分これ下の方じゃないかな。マップ見る限りなんかそんな感じがするんですけど、どうでしょうか。何かそんな感じはすると思うんですが、私はそう思うんですが。さあね、もう5回目ぐらいですね、これやるのね。施設まで飛び移ってください。こいついつも施設から飛び移ってな。メインシステム戦闘モード起動します。おい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 、ちゃんはーん、さあお客さん、よいしょ、とりあえずでもウイルスがあってる。どうやってデータガンダムかどっかでとりあえずって機体が出てきたような気がしますが、まあ気のせいですよね、私はね。お、早めに切りましょう。早めにオーバードブーストは切りましょう。なぜなら燃料切れで落ちるからです。勢い余って落ちるからです。まさかでもね、もう何回もね、あの同じ二の鉄を踏むようなことなんてね、あるわけないんですよね。同じような二の鉄を踏むわけがないんですよね。痛いね、苦しいね、痛いね、苦しいね。ほら、あそこなんですよ。はい、まず落ち着いて、どこだっけ、あった、あ、行きます。ここじゃない、じゃあね、そこに乗らないでね、欲しいですね。はい、ここですね。いっぱいいる、わらた、敵 AC を確認。はい、ワッツ、目標とともに排除してください。あの、だいぶ削れてるんですけど、痛いね、痛いよ。持ってなかったー、こイージー、ほら、釣れろ、ほら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 、こんなに簡単に終わるんだって、もっと早く終わらせよかった。わあ、なんかぐるぐるぐる回ってたら死にましたが、相手は。まあ、とりあえずイージーかと。5回も失敗してイージーとはいかがなのか。敵艇戻しますか。だいぶもう抑えなきゃいけないんですけどね、これ。このままでもいいよね、手順気にな。まあ、いいか。
なもんだった気がする。多分こんな感じだったと思います。知らないです。あとは次は最近乗車の航空戦力によって我が社の地上部隊が襲撃される事態が相次いでいる。これまでに受けた被害は相当なものだ。そこで我が社はその元を絶つことにした。目標はホイックロックス山中の自動車山岳航空基地だ。近日中に大規模攻撃を仕掛ける予定だが、その準備に協力してもらいたい。依頼は基地周辺に配備されている対空レーダーを全て破壊することだ。対空監視もお待ちさせれば、基地は攻略したも同然と言える。なお防衛部隊に来られては多少面倒だ。迅速にことを済ますため、こちらの指定した時間内に任務を遂行してほしい。時間指定もありますと。いやー、ちょっと自動車に牙を向けるの嫌ですね。ホイックロックスにあるイリナ廃校が自動車の部隊によって占拠された。廃棄されたとはいえ、あそこは我々監督局の管理下にある施設であり、彼らの行動は明確な違法行為である。自動車側もそれを承知しているらしく、部隊のリーダーとして優秀なレイブンを雇っている。依頼はそのレイブンの撃破だ。占拠している部隊は勢力の機体を廃校全体に展開しているようだが、あくまで AC のみを狙ってくれ。残りは我々が片付ける。以上だ。待って、自動車ちょっとこれ落としにかかられてないですか。自動車ピンチでは。オールドガル監督、インディーズはちょっと協力したくないですね。ちょっとジオシアの予約に立ってるミッションはないんでしょうか。ジオシアにジオシア、ジオシア、やだ、ジオシアを裏切りたくない。オンドル裏切ったんですかって言われたくないよ。うん、いや、ここはちょっとインディーズに協力していいのかもしれない。いいのかもしれない。現在当社が内部調査を行っている廃棄施設が、施設内のゲートを封鎖することで行動、侵入部隊のリーダー機と思われる AC を探し出し撃破してください。残りはこちらの部隊が対応します。あれ、これってこれやってなかったっけ。おりませんでしたっけ。これなんかやって失敗した覚えはある。なんだったっけ。まあいいか。とりあえずなんか苦戦した覚えがあるから、苦戦した覚えがあるから、これはバンブがめちゃめちゃ重たいです。これはこれは。この辺入れて、内蔵コンデンサー入れて、うん、かな。ガチタンで参ります。お掃除、お掃除。施設侵入。あ、とりあえず雑魚敵というか MT はサブマシンガンで、サブマシンガンっていうか、ね、うん、あれで片付けようかな。とりあえずは
メインシステム戦闘モード起動します。しません。次がエムロード社。現
現在ジオマトリクス社は調査という名目で大深度核シェルター内部に部隊を送り込んでいる。あのジオ社の奴らがシェルター内で得られた技術を秘密裏に独占しようとしているのは明らかだ。奴らの発掘と研究は着々と進行している。このまま見過ごしてはますます奴らを増長させる可能性がある。調査部隊に送り込んだスパイの報告によると、シェルターの奥には施設全体の制御装置らしきものがあるらしい、はい、それを破壊すれば施設全体が大混乱に陥ることは間違いない。ジオ社の部隊が報復を行うだろう。無視しても構わんが、損害を与えた場合は相応の報酬を出そう。ではよろしく頼む。やだジオ社。ソーンガーデンの廃棄施設への侵入を依頼します。当社の調査隊を派遣したのですが、施設内で何者かと接触し抗戦状態に入った後連絡を絶っています。敵の正体は不明ですが、はい、調査の障害となるものであることは間違いありません。施設内の全ての敵を排除してください。また調査隊からの通信を総合すると、施設内には特殊なガス状の物質が発生しており、メカの走行にダメージを与えるようです。おそらく侵入者用のトラップが暴走しているものと思われます。発生装置を破壊すればガスの発生を抑えられるかもしれません。発見した場合は直ちに破壊してください。ではよろしく。ガス、ガスですか。ガス、そんなもんが出てるんですか。ちょっとそれはいただけないですね。いただけないですね。それはメインシステム戦闘モード起動します。施設内のガスの影響で機体が損傷を受けています。迅速に行動してください。おそらくそれがガスの発生装置です。破壊してください。どれ、あれ、あいつ、うわ、攻撃してこないって言おうと思ったら攻撃してきやがったし。
してないとか。強いってね、これ。ルート間違えたし、これ間に合わないよ。素直にこれはルート間違えた気がします。戻るか。出ましたよ、 AC 名物一周も。ってことはさっきの高橋部屋みたいなところになんか人はいっぱいいるんじゃないかなって予想しているんですが、正解は違いますね。
今回はあるレイヴンの排除を依頼したい。彼は…あ、これは痛い目みたいですね。他に使用者のあれがなければインディーズのあれを受けるしかないのかな。これチームロジよね。今さっきのね、なんだっけ、AC のあれは、必ず出てくるけど、アリーナ対戦中のところ。ストレージタワーへの襲撃を計画していることが明らかになった。彼らが管理する空港には、すでに戦闘用の飛行艇が用意されているようだ。難しいやつってか、2機を一気に相手にしないといけない。わけあって、我々はストレージタワー、ただ、我々が所有する MT だ。本作戦は、我々が…なさそうですね。
フォーイクロックス。ちょっとは政府に反省を流すために、お、わけただ本作政府に反省を流すためにこいつをやります。ね、私はマフティーなので、マフティーじゃない、メインシステム戦闘モードローラー、痛っ痛っ痛すぎ、それだ、許可なく撃つな、許可なく撃つんじゃない、許可なく撃つんじゃない、あ、なんか来た、みんな、撃つべし撃つべし、頼む、動くな、撃つべし撃つべし、じゃあお前じゃない、お前じゃないの、よし、お前もお前と直でよーくな、ほんと、うん、おかわりが来ました、みんなーって、どうしようしてるか、かわいくない、こういう来た、攻めが追いつかない、え、もう一気になんて聞いてないよ、敵勢力の全滅を確認、レイブ、協力を感謝する、作戦目標クリア、システム通常モードに移行します。あれの今の中型 MT みたいなやつあったじゃん、あれが入ってくるとことか入ってくるの面白いな、どかどかどかってみんなってアスキーアートのあれ思い出します、わ、猫好きだ、猫好きだ、猫好きに反省を流す、わ、インディブ軍事物資、我々監督局が管理している物資倉庫が武装組織によって占拠された、ついては奪回作戦に協力してもらいたい、はいはい、場所は総樹軍事物資倉庫だ、敵戦力を集中させないため作戦は占拠されている全ての倉庫に対して一斉に行う、レイブンには敵 AC が護衛している第4倉庫を担当してもらうつもりだ、第4倉庫、敵 AC を排除することは当然だが倉庫内の物資の損壊は避けてくれ、物資の回収が果たせなければ作戦自体の意味がなくなってしまう、損害の状況によっては作戦の中止を命ずる、その場合当然報酬はなしだ、以上だ、しょうがないですね、まあ究極で完璧のレイブンの私である私が完璧に終わせてみましょう、あ、多分事業者じゃなきゃいいかな、うわー、そういうお前コンテナやタンクの破壊は避けてください、お前最初からちょいちょい入れとか聞いてないですよ、ほら、一定以上の損害が認められた場合は作戦を中断するよう指示を受けています、こいつ、あーちー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 、避けないでください、こいつ、え、こい、熱いよ、細かチョコワード、鬱陶しいやつ、倉庫で戦わせるんですか、あの、ブルートゥーみたいなやつおるって、相手ブルートゥーでしょこれ、ご友人
さあ一緒に踊りましょう、ご友人。素敵だ。攻撃しないわけないんだよな。よし。まあね、火炎放射しか持ってないんだったら、じゃあ遠くからチクチクやればいいって再三よ。これは完璧です、もう。もうね。メインシステム、戦闘モード起動します。何？ミサイル？やばいやばい、あの思った以上にやろ、こいつ。いいよ。一定以上の損壊が認められた場合は作戦を中断するよう指示を受けて。そんな火炎王者あんのに。ジオマトリクス社のあの犬になりたいんだね、私は。何か増えてないですかね、でしょう。第二次石増えてない感じ。しょうがないな。我々は偽情報をリークすることで監督局の部隊をバローズヒルの古戦場に誘い出すことに成功した。古戦場？その間に我々は監督局の支部を襲撃する計画だ。別動隊が彼らを統治に釘付けにしているが、一帯は古戦場のため現在も多くの地雷が残っており、戦闘が激化することは必至だ。おそらくそう長くは持たないだろう。そこで敵部隊の始末をレイヴンに任せたい。依頼は古戦場に誘い出した敵勢力の撃滅だ。健闘を祈る。でも私はね、あの気空師じゃないんでね、あの古戦場に縁があるとかそういうわけじゃないんですけど、なんか古戦場って単語にね、なんかやたらに話しますね。メインシステム戦闘モード起動します。いや、いった。あ、パンネル。待って、真っ白いる。なんかオードムみたいなやついるし。いるんですか、あのオードムみたいなやつはいるんですか。まだいたー。やば、いない。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。いや、趣味の悪いオードムですね。あれ、やっぱ政府は趣味が悪いです。政府は趣味が悪い。頭悪くないか。頭悪くないか。あんな色して。
ピンクの機体してるやつね、頭悪いんですよ。クソデカシュ。あとインディーズ。バロンズヒルの河川場において作戦を終えて帰還中だった仲間が突如出現した敵勢力に包囲されている。敵は今のところ積極的な攻撃の姿勢を見せず逃走防止に徹している。おそらく我々が救援部隊を差し向けたところをまとめて叩くつもりだ。あ、その汚いやり口は監督局に違いないだろう。あれ、負傷兵を取りになんかで助けに来たね、遊軍兵をね、ぶち倒した作戦ですね。そのような施設な罠にかかるわけにはいかない。我々に代わって仲間の救援に向かってほしい。今回は仲間の救援が最優先だ。いい結果を待っている。ちょっとタンクのあれを作りますか。プリセットですね。ちょっとタンクのプリセット作ります。カラーリングもね、これ変えれたらいいんだけどね、一緒に っていうか、カラーリングも一緒に起用できたらいいんだけど。いいよ、一括やっちゃうか。やめてほしいんだけど、めちゃくちゃどうでもいいんだけど。わあ、ぐるぐる回るせいでなんか気が散っちゃう。どうですかあれ。で、データあるから、出ているからな。何でデータあるからって。英語弱弱かもしれないです。ジョイントから。まあこれでいいかな。さて。バッテキは今。よーし、戦車道行くぞ、戦車道。パンツァー4行きます。フロンティアスプリット。なるほどね。メインシステム戦闘モード起動します。リル、こちらはもう弾薬切れだ。弾薬切れはあんまり言ったこと言ってないよ。この地域から脱出するので、
せやめといた方がよかったんでは。起動兵器かお前は。またもうこれだから、この最近のまったりた戦車兵というか砲術兵はこの武器構成はダメです。戦車だからね、もうちゃんと避けてくださいよ。なこんな、なんですか、もう、ミサイルでも積めばいいんですか。しょうがないな、もう。ミサイル持っててあげますか、もの。初期の FCS のままだったからこれは買いとこう。うん、それじゃ何でもなるでしょ。メインシステム戦闘モード起動します。ルルルルルル、こちらはもう弾薬切れだ。この地域から脱出するので援護してWe'll be right back.
全滅しました。作戦を失敗しました。これだからインディーズは通常モードに移行します。インディーズ弱では何これ、私が先行して殺しに行かなきゃいけないの、めんどくさいな、もうめんどくさいな。これだから、これだから政府に立てついてるやつはハマってあれです、多いんだ。あのミッションないぞ、こっからのミッション。悪い、アオスは当たり前のことでよ、だって自分の目自分でみんな守りなって。ホーイクロックスにあるイリナ、ジオ社がダメだ、ジオ社に立てつくよ、あれしかない。我々はオールドガル監督、現在我々の拠点であるストレージタワーには支援者から提供された武器と必要物資がある。これらを発見されることは絶対に許されない、我々にとっても支援者にとってもだ、はいはい、現在我々は該当する物資を全て15階に集めシャッターで隠しているが、このシャッターは急ごしらえでしかないため敵の攻撃に耐えられるほどのものではない。そこでストレージタワーの15階にて待機して現れた敵を迎撃しシャッターの損壊を防いでほしい。こちらも屋上に迎撃部隊を展開する。ビル内に侵入した機体を確実に破壊してくれ。では健闘を祈る。なるほどね、タワーオブディフェンスね、文字通り。サルやめときますか、これ。風はやっぱネックだよね、これは。何か目星武器とかありませんかね。トムじゃん。特になんかね、あれ良さそうなやつはあるわけでもなさそう。これで迎え撃ちましょう。バスター、ああ。メインシステム戦闘モード起動します。こいつ守れてるね、早い。レイブン、聞こえるか。我々目標の警護部隊が逃してしまった時は君が必ず仕留めてくれ。レイブン、2機逃した、排除。なんでやねん、終わってないよ、お前らの仕事だろうな。みんな来た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 、このインディーズはお前を
ムービーズやめてください。ムービーズやめてね。レイブ、緊急事態だ。屋上地帯は壊滅。この反省をもどき、このマフティー使えないぞ。おいおいみんな、やっぱセーフに歯向かってやつダメだな。ほい、全敵勢力の消滅を確認。作戦目標クリア。いややっぱヘリー強いね。いけるでしょ。あのドタドタバシだって似てるもん。みんなドタ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 って絶対似てる似てる。こんなに横幅でかいって断面積多くて大変でしょうね。またいいんです。オールドガルに存在する我々の拠点の一つが監督局の捜索を受けている。もし拠点を知られれば面倒な事態になる。速やかな処理が必要だ。こちらの正確な位置までは把握していないらしく、現在は同地区の廃棄ブロックをしらみつぶしに当たっているようだ。こちらが確認したところ、敵は調査部隊のみで大した戦力ではないが、我々が出ていくことは拠点の存在を知らせるようなものだ。レイヴンに頼むのが無難だと判断した。監督局の調査部隊を掃討してほしい。では検討を。嫌です、嫌です。ここ最近オールドガル監督局管理下の物資の警備が厳重になり、我々が所有している物資がいろいろかさかまじゃない。そこで我々は監督局が保有している掃除軍事物資倉庫に対して襲撃を行い、物資を確保する計画を立てた。より多くの成果を上げるためレイヴンに協力を依頼したい。敵の警備部隊を分散させるため複数の倉庫に同時に襲撃をかける。レイヴンには第三倉庫を担当してもらう。なお本計画は倉庫内の物資を手に入れることが目的である。必要量の物資を確保できないと判断した場合は作戦を中断することになる。くれぐれも内部の物資を破壊しないように気をつけてくれ。では健闘を祈る。また物資壊すなってやつじゃん。そうでしょ。ここは相変わらず変わってない。ゴールドダムはセキュリティシステムが変わり、レオアイザックは輸送車両、サーム砂漠は第二大使、現在ジオ、しようかな。アリーナの AC やってみようかな。はい、アリーナの AC やってみますか。今回レイヴにも目標、本日目標 AC 一気じゃないんだよな、この嘘つき野郎め。レイヴ目標、本日目標以上。これでなんとかなんとかなりませんか。なんとかなりませんか。これでメインシステム戦闘モード起動します。
なんだ貴様は。乱入してくるとはとんでもないやつだ。何ですか、とんでもない。戦闘は一旦停止して邪魔者を排除するか。協力しよう。了解した。さあ来い。逃げも確認もしない。私は逃げも隠れもしないぞ。来やがれ。来やがれ。どうじゃ、怖いか。私が怖いか。そうか、怖いだろう。だってタンクだもん。やばすぎでは。レイブ、目標、本日、目標、以上。言いようがな、言いようがな、溶けるのめちゃくちゃ痛いんだよな、めちゃくちゃ溶けるんだよな、あっという間に溶けるんだよな。マジで、ワッチラウェイ。ガッチロリーカン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 って。メインシステム戦闘モード起動します。どうにかな、こいつをこの両腕が両腕ブレードの生意気なあいつを。乱入してくるとはとんでもないやつだ。戦闘は一旦停止して邪魔者を排除するか。協力しよう。了解した。あ、
こいかな。ここじゃない？きついな、グレネード。レイブ、目標、本日多分これできるんじゃん。弾数少ないから外したら終わりです、これは。だから一撃仕留めるしかない。頑張ってね、頑張って仕留めるしかない。頑張って一撃で仕留めるしかないんですけど。メインシステム戦闘モード起動します。おお、こついね。思った、重すぎ。笑ったか。なんだ貴様は。乱入してくるとはとんでもないやつだ。ああ、入手がとんでもない。戦闘は一旦停止して邪魔者を排除するか。協力しよう。了解した。とりあえず今当たったでしょ。やっぱタンクなんだよな。月光は裏切らない。あとはどれだどれだ。あとは変なのにしかなかったかな。変なのしかないね。バッテそれこれか、めんどくさい。これか、もうこれな、どうしようかな。どうしようかなって買うとこ、どうしようかね。本当メインシステム戦闘モード起動します。
レイブ、こちらはもう弾薬切れだ。この地域から脱出するために援護してくれ。当たらない。死にますね。死にますね。遊軍死にますね。遊軍って言っていいのか、遊軍なのか分かんない。まあなんとかなるわけないよね、そりゃそりゃなんとかなるわけないよ、女の。まあこれはあれですね、もう素直にあれ買いましょう。これいらないよね。ロックオン入試の にして、あ、マルチタイプのあれでもよかったかもしれない。一回
これやるだけやってみよう。バッテそれこれ距離重視やって、もしマルチロックンができないんだったらマルチロックンのあれに変えようかなっていう感じです。メインシステム戦闘モード起動します。レイブ、こちらはもう弾薬切れだ。この地域から脱出するのは連呼して、外しません。あの普通に外しません。普通に今外しませんでした。あれよこれ。あっつ。うまい。その前に。ほら。まあ何度かあれでしょ。通常モードに移行します。なんだ、いや私いらなかったじゃん、普通にいらなかった。わあ赤字だー、赤字だ、誰のせいだよ。まったく、なんか雑動いたね。重要な研究物資を積んだ当社の輸送機が事故により墜落しました。積み荷が残っていると思われる義援クレーターへ向かい研究物資を回収してください。なお我々以外の組織がこれを察知し調査に向かわないとは限りません。仮に回収作業の邪魔をする存在を確認した場合速やかに排除してください。なお研究資料およびこの作業の成果については極秘扱いとします。ではよろしく。来ましたね、ジオシャン、ジオシャンの、ジオシャンの依頼が来ましたね。まあこれは早急に話します。反応があります。気をつけてください。大型の生体反応？
見てた？事務所より連絡が入りました。依頼内容が変更されました。活動を開始した生物兵器を全て撃破してください。クライアントさん、こういうの村蜘蛛の仕業って決まってるんです。相場がね、相場が村蜘蛛って決まってるんですよ。レイヴン系があるレイヴンを消すのに協力してほしい。目標はアリーナトップランクのあるレイヴン。正直な話、1対1では叶いそうもない。しかし奴が消えない限り俺にスポンサーはつかない、はい、この際なりふり構っていられない。やつはバローズヒル近辺の古戦場で任務中だ。任務が終わって帰還しようとするところを共同で叩く作戦だ。この作戦が成功してスポンサーがついたら必ず恩は返す。スポンサー、ぜひとも協力してくれ。なんか怪しいですね。なんか怪しいですね。スポンサーがつくいったらなんか恩は返すとか言ってますけど、どうしてやろうかね、これ。よし。よしと。まあなんかとてつもなく嫌な予感がするね。あ、もうやつ、このさ。前張りでなかった？なんかスイッチボード大丈夫かな。これよく来てくれた。残念だが目標など初めからいない。騙して悪いが仕事なんでな。当てた。死んでもらう。騙すと悪いが仕事なんでな。死んでもらう。死んでもらう。わあ。やばい、処理落ちミサイルやめて。目標の排除を開始する。2機目。
やば。あれ意味かないだった。怖いです。1日でしか倒せないってかわいそう。まあ報いを受けましたね。うわ、2500円しか残ってないし、このクソレイブも。新しい量を出演しました。セントラボース、重大な事件が発生した。政府の要人が不法武装集団インディーズの手によって拉致されたのだ。現在彼らは政府本部衛星都市に逃げ込み、人質を盾に一方的な要求を突きつけている。決して無理な要求ではないが、我々がテロリストに屈することは許されない。人質を見殺しにする選択もなしだ。そこでレイブンに人質の救出を頼みたい。敵に気づかれないように市外に侵入、敵勢力を全滅させて人質の乗った車両の安全を確保してほしい。レイブンを雇ったことが知られれば人質の命はないだろう。発見されないように接近し、仲間に通信される前に一機一機確実に破壊していってほしい。以上。ロンドル、エメロード社航空部隊が当社の輸送車両への襲撃を計画しているという情報を入手しました。エメロード社は今回の依頼はその輸送車両の護衛です。輸送車両は本日の夕刻にコルナートベイシティのポートブリッジを通過する予定ですが、付近は障害物が一切ないため敵にとって襲撃には最適のポイントです。橋を横断する間、輸送車両の護衛をお願いします。襲撃があった際には車両の安全を最優先しつつ敵勢力を迎撃してください。襲撃がなくても当然報酬はお支払いしますが、万全の準備をしておいてください。うわ、護衛ミッション多すぎな。調理外します。とりあえず外して、要人急須を別に唐沢とか一撃が重いやつ持っていけば多分、まあ7機でやればいい話だし。やはり来たようですね、レイブン。頼みます。分かってんじゃん。メインシステム戦闘モード起動します。敵はどっから来るのかな。上から、聞かぬ聞かぬ、聞かないけど、ないけど痛いです。効かないけど痛いです。効かないんだけど痛いです。レイブ、攻撃を何とかしてって言われてもね、足がないんですよ。足は出ないのか。
しか出ないんだったら、じゃあもうこれをやることは一つです。やることは一つ。これかな。よし、これでマルチロックオンにしてしまえばこっちでもいいや。これにして、よし。これでバンジー OK だわ。これにてバンジー OK です。よし、 M 輸送発信中。距離によってな、航空戦力ってのもな。ですね、これはやはり来たようですね。レイブ、頼みます。メインシステム戦闘モード起動します。よく見たらいいじゃん。めっちゃいるじゃん。めっちゃいる。楽勝なんだろうけどね。うわ、赤字です。うわ、赤字です。赤字言われた。よいしょ、うん、よいしょ。で、次が今回の依頼は偵察任務だ。ファーレーン海岸沿いに敷かれたバレーナ社防衛網の戦力を調査したい。作戦区域はバレーナ社部隊が常時紹介をしている。そこに乗り込めば警戒態勢が敷かれ防衛部隊がやってくるはずだ。
できるだけ長時間戦闘をし、奴らがどの程度の防衛戦力を持つかを見せてくれ。任務に達成条件は特に指定しない。頃合いを見て引き上げてもらって構わん。だからといって手を抜かれても困る。そこで今回の報酬は完全に歩合にし、破壊した敵機数に応じて報酬を支払おう。では頼んだぞ。曖昧な依頼ですね。重大な事件現在そこ。レイブンこれ飲み込むやつ行くか。乗り込みのやつ行きますか。これはなんでこんな変なあのショットガンってかあれを持ってるんですか。ダイスがこんなの持たせたの。よし、まあ、迅速排除だったらこれは一番いいんじゃないかな。現在速レイプ後ろから構えてドカーンですよ。ディスコレイトファイヤー。敵に発見されては意味がありません。はい、上空には上がらないでください。上空に上がるなど。メインシステム戦闘モード起動します。マジこの距離で見つかるのマジ。わー目良すぎでしょ。ブワーッブワーじゃないよ。ブワーッブワーッ。現速レイプ。あいつらメイズ優勢でしょ。ってことはあそこ左回りが正解かな。敵に発見されては意味がありません。はい、上空には上がらないでください。メインシステム戦闘モード起動します。通信される前に破壊して。見つかった。
通信される前に破壊して。レイブンだ、作戦は終了する。爆破装置を起動しろ。作戦が失敗しました。システム通常モードに移行します。あいつら名誉すぎるよ。ラニー、有志化戦闘もしかして行こう。刺激で仕留めるか。これ意味ないよな。現速レイ以上。見つかるなと言われましても、ねえ、見つかるなと言われましてもね。敵に発見されては意味がありません。上空には上がらないでください。メインシステム戦闘モード起動します。見つかった。通信される前に破壊して。ステルスのこれも背負ってきたら意味なかったじゃん。まあ見た目かっこいいから OK かと。ふわーって情けない死に方しようって。リゾートズ撃滅。我が監督局の管轄都市に無人装甲兵器が突如出現。市街が襲撃を受けている。大至急救援に向かってほしい。目標の兵器は火星でその存在が確認されているディソーダーという名の無人機のようだ。出現の原因は後に調査する予定だが、おそらくはいずれかの企業の策略だろう。現地に向かい、ディソーダーを早急に排除するのが今回の仕事だ。住民の避難は完了したが、市街への被害は最小限に抑えてほしい。以上だ。最小限に抑えるだと？まあたまたま調理しちゃいますね。数は不明となると、弾薬増やしとくか。
目現確か実弾だったよね、あいつは実弾だったはず。メインシステム戦闘モード起動します。ありません。あれ、すいじゃない。すいじゃない。さらにちょっとすいじゃない。え、湧きすぎ。どん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 上赤字激赤字。
事業者が調査を行っているというヒルダ廃棄施設に我々が送り込んだ部隊が全滅した。施設内から唯一生還した者の話によると、以前 MT の開発に使用されていた部屋に入った途端、巨大な何かに襲われたと。巨大な何か推測されることは、敵は既存のものではない新型兵器であること、そして一部隊を短時間で全滅させるだけの数が配備されていることだ。情報が少なく作戦が立てにくいが、我々監督局に対して牙を向いた存在を野放しにするわけにはいかない。施設に侵入し敵の正体を突き止めるとともに、その殲滅を依頼したい。抵抗する者は全て敵とみなして構わない。以上、よろしく頼む。わあ、リゾーダ君でしょうね、これはね。絶対これはリゾーダ君です。 100% リゾーダ君です。まあ、とりあえず分かんなかったらタンクで行けばいいって一番言われてますから。よーし、ノリ5名きっと勝ってるはず。私のガランサスアインズだったら勝てるはず。ドゥッドゥルー、メインシステム戦闘モード起動します。うわー、そういう、そういうあれ、キモーい、キモーい、キモい、あー、キモすぎられた。あー、痛い痛い兵器じゃん、多分。え、なんかでっかいあれ出てくるかなと思ったら、そういうあれ、え、片付かなんだけど普通に何事もなく終わりますよ。あ、これか。クロックス、これ違うもんね。いずれにせよ事業者に牙を持たないといけないのか。現在の地球経済の悪化や生活環境、そこで今回我々は、今回作戦区域は任務だから、報酬きますか。はい、ここ収益して、収益してこれを、にだから、もう時間もいい感じだし、これやって終わろうかな。多分これでちょうどいいでしょ。メインシステム戦闘モード起動します。エムロードの勢力何としても撃破しろ。本任務は完全に不安です。自分の判断で引き上げてください。輸送機に乗り込めば帰還できます。
射水。だから、まあ、スキーだけ壊しても帰っていいような気がするんですけど。メインシステム戦闘モード起動します。エムロードのせいだ。何としても撃破しろ。艦の任務は完全に不安です。自分の判断で引き上げてください。輸送機に乗り込めば機関に来ます。ちゃんと下見てみるか。え、トゥルトゥルー、ほい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 。レイブ一気にこんな今までにも良くないって言えば慣れませんでした。ひたすいですよ。お、なんか二つ増えた。現在コルナートベイシティ第23区に複数の戦闘艇が接近しています。同区には当社の造船所が存在し、最新型の船舶を建造中です。戦闘艇はエムロード社所属と確認されており、船舶の破壊を目的とした上陸作戦と思われます。港湾地区入り口の橋上で迎撃し、高速船の上陸を阻止してください。橋の後方に敷かれた V ラインを突破されると上陸阻止は困難となります。一隻でも突破されたら作戦は失敗です。よろしくお願いします。潜水艇ファーレーン海岸に。あー、これはもうこっちですね。港湾一隻。これはもう有無言わさずこっちです。エムロード社には牙を向きます。スターティングファイル。メインシステム戦闘モード起動します。前方から敵勢力の接近を確認。あ、これあれだ。後方の V が防衛ラインの目印です。突破される前に全機破壊してください。フロートじゃないとこれダメだ。これに敵勢力を確認。しまったな。
敵戦力防衛ラインに接近、至急撃破してください。領域を離脱しました。ほら、作戦行動を中断します。ロートじゃダメだから。なるほどね、橋の上で迎撃せって言ってるけど、完全に海の上でピカピカしろってやつね。となるフロート足を開発しよっと。重量カットめっちゃ重量カットしてるじゃん。これやって終わりにしましょうか。どこいす、これやって終わりにしましょう。メインシステム戦闘モード起動します。前方から敵勢力の接近を確認。後方の部位が防衛ラインを目印します。突破される前に全機破壊してください。こっちから向かってやればいいんだ。全破壊を確認。終わり終わり。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。マルチにされていっているけど全然マルチいなかったし全然マルチいなかった。
まあいいでしょう。あれは消えないんだ。これ全然お金つないね。やっぱ一回裏切らなきゃいけないのか。そうか、そうか、裏切らなきゃいけないのか。まあいいや、まあ時間もいい感じですし、今日は一旦終わりにします。明日配信なしで、明後日が、同じく朝10時から、X ディファイアントをやりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。まあ、今日だいぶ進んだんじゃないかな？なんか2、3回ぐらい、失敗したような気がしましたけど。まあ、気のせいでしょ。もういいでしょ。はい。というわけでお疲れ様でした。じゃあまたね、バイバーイ。